結構記憶にないレベルです、多分。そうですね。多分戻っちゃってから、あったか一回あったかぐらいだよね、多分。ね、練習かな、最後。練習ですね。多分練習だ。はい、そうだと思います。多分それ以降、会ってない。え、今、新潟だよね。そうです。そうだよね。そう、だから全然会ってないですね。行き帰り大変でしょ。そうですね。プラス2時間ぐらい。そうだよね。新幹線2時間かかるんで。ちょっと不便なんですけど、うん、はい、でもまあコロナが今落ち着いたんで、うん、また東京に戻りたいなっていう気持ちがあります。なるほどね。お、はい、そういえば入賞おめでとうございます。ありがとう。言ってなかったんですけど。あ、いや全然すごかったです。全然かっこよかったです。ありがとうございます。師匠、まあなんだろう、まあ、最初はそういうふうにお願いしてきてもらって、で、まあ、俺が師匠が二郎さんだからって説明して、まあ、みんなが師匠みたいな感じでいいんじゃないっていう。うん、そうです、そうです。ね、そんな感じだよね。はい、そんな感じです。仲間みたいな感じかな、どちらかといえば。はい。ハミネちゃんがデビューして、選手になる前、あの学校卒業して出てきたときに、いろいろ教えたりするのを、まあ、僕が担当してやってたんです。で、まあ、半年間ぐらいは、まあ、プロペラのことだったりとか、こう、まあ、いろんなことを教えてもらうような、ちょっとこう、指導者じゃないですけど、そんな立場だったんですよ。まあ、その流れから、そういうふうにお願いしてもらって、まあ、僕が師匠が二郎さんなので、っていう話から、まあ、そういう形でもよければっていう、そんな流れですね。うん、そうですね。やっぱ半年間あのアドバイザーっていう形でお世話になって、単純に今後もお世話になりたいなっていう思ったからですね。でもなんか言葉では難しいんですけど、仕事に対するなんか考え方とか、うん、尊敬してる部分もたくさんあって、もっと成長したいなっていうふうに思ったからです。そうですね、まあ、僕的にはあのレース面も、まあ、そうじゃない面もすごいアンテナが高くてシビアっていうイメージがありますね。慎重だったり丁寧かなって思ってますけど、結構アバウトなところもあるなっていうのは、まあ、付き合いがこう長くなって知れたことですね。でも基本的なベースはもうシビアでアンテナが高いっていうイメージです。そうですね、私まだ二郎さんと一回もあの同じレースになったことないんですけど、初めて会った時にレースのこととかもそうなんですけど、今後の人生についてもなんか長いプランで考えた方がいいっていう風に言われて、そういう風に言ってくださる先輩は初めてだったので、すごいそういう部分までこう考えてくださってるんだなっていう風に感じました。いい人だなって思いましたね。単純になんかすごい優しくていい人だなって思いました。レースに関しては本当もオールラウンダーってイメージしかないですね。まくりもすごいし、まくり差しもすごいし、なんかターンの研究もずっと知ってるしとか、結構レースに対しては熱くないように見えて結構熱いなってイメージありますね。まあ、刺すのが得意なのかなって思ってるんですけど、意外とまくってくレースをしてくれる師匠を見るのは結構好きです。個人的に。はい。二郎さんのレース結構見てると、なんかすごい握っていくイメージがあって、差しも上手だなと思うんですけど、1マーク攻めてからの2マークで鋭くさばくっていうのがすごい見習いたいなっていう思います。初対面の時の印象について教えてくださいということなんですけど、まあ、僕があの東京支部のヤング会長をやってた時で、ヤング会長をやってると最初に大和学校卒業して、まあ、これからデビューするっていう子たちを教えなきゃいけない指導内容があるんですけど、そこで初めて会って、その後に多分個人的にアドバイスするような指導者っていう立場の関係性になったんですけど、その時に初めて思ったのは本当まず若いなですね。多分当時16、17ぐらいで出てきて、まず若いなっていうのと、なんかご飯食べに行こうかっつってもお酒は飲みに絶対行けないし連れていけないんで、まあ、そこをさらに逆算すると、あと3年飲めないのとか言ってた記憶あるんで、まあ、本当若いなって印象しかないですね。で、
そこから練習行ったりとかレース見たりしても、やっぱターン、個人的なターンはすごい上手いなっていう印象がもうデビューする前の練習からずっとありますね。はい、ありがとうございます。そうですね、私も初めて会った時はそのデビューする前の新人説明みたいな時に初めてお会いして、まずなんか選手じゃないと思いました。なんか印象で、なんか若い、普通なんか若いお兄さん、なんか当時も金髪だったイメージなんですけど、うん、若いチャラいやつ来たなって、はい、なんかチャラってなりましたチャラ、ヤング会長なんだと思ってそうです、デビューしてもないんで、その選手にそもそも会ったことがなかったんで、なんかすごいかっこいいし、細いし、おしゃれだし、憧れましたね。こんな風になりたいってなりました。デビューして割とすぐに同じ圧勝になった時に、レース終わってからもクールだし、なんか私なんてもう毎日必死にうーってやってたんですけど、東野さんはなんかヘルメットパッて脱いで颯爽とピットを歩いてる姿を見て、なんか爽やかだなっていう印象です。なんか恥ずかしいな、だいぶ見られてあんまりこう大変な部分というか、あんまりそういう面を見せない、裏でなんか相当努力されてるんだなっていう私の中の勝手に想像なんですけど、普通に喋っててもポジティブじゃないですけど、絶対大変なのにそのなんか大変さを見せない部分がすごいかっこいいなっていうふうに思いますね。ありがとうございます。レーサーとしてのお互いの一押しポイントや憧れているポイントを教えてください。なるほど、これ、うん、ありすぎいや、1個あれば十分で、1個あればいい、1個あれば。憧れているポイントはもう全部です。ターンも。なんか一回 GoPro でターンを見せてもらった時があって、うますぎて、しかも速すぎて、真似しようと思っても真似できないんで、京也さんみたいなターンができるようになりたいです。そうね。ハミネちゃんの一押しポイントは、もうこれもう絶対ターンに尽きるけど、現状は。まあ、デビューした時からターン上手だし、ね、今もこう百発百中でその鋭いターンが出せるわけじゃないけど、でも多分回数が増えてきてて、ファンの人とかお客さんにも、なんだろう、あの選手って多分思われてる絶対瞬間のターンって何回もあるはずだから、ハミネちゃんはもうめちゃくちゃすごいターンをする、まあ、女子の中でっていう表現は変かもしれないですけど、女子とレースしてる中でそのターンしてるのを見ると、まあ、一人だけ姿勢とかターンの切れ味とかはもう別格だなって思ってますね。それがまあレースにより生きて結果が出たらもう言うことなしですね。はい、今の私の全課題です、それが。そうだね。はい、そうだね。もう頑張ります。頑張ろう。はい、なるほど。聞いてみたいこと、なんだろうな。あ、じゃあ好きな食べ物と好きな食べ物、いいんじゃない、それでもいいんじゃない、うん、今まで何のスポーツをやってきたかとかですかね。今までやってきたスポーツは、まあ、サッカーやってきてて、まあ、それがその多分第一印象のチャラさにつながってるんだけど、はい、まあ、そうするとサッカーを否定することになるから、ちょっとそういう人が多いというか、そういう見た目になっちゃう人が多いというか、うん、好きな食べ物はカルボナーラとフレンチトーストかな。ちょっとイタリアン系が好きなんですか。イタリアン系が好きなのかもしれない、まあ、パスタも好きだし全般、ね、あとは好きな服のブランドショップ。あ、好きな服のブランドショップ、セレクトショップみたいになっちゃうかもしれないけど、1店舗で好きなとこっていうのがあんま少なくて、バーニーズニューヨークとかエストネーションってとこ行ったりして買ってたんだけど、最近はもうネットで、コロナになってね、お店行けなくなっちゃったから、もうネットでいろんなのバーって買って試着して返したりとか、まあ、そういうのちょっと趣味でやってたかな。へー、あ、今試着して返せるんですね、うん、返していいところもあるから、そういう風にしていろんなブランド探してたんだけど、そうなんですね。私も結構服が好きなんで。ああ、じゃあまあコロナ落ち着いてあれしたらちょっとみんなで買い物行こっか。ぜひ行きましょう、うん、そうしよう、二郎さん誘って。そうですね、うん、二郎さんっておしゃれ好きですか。俺もそれね、ちょっと謎めいてるんだよね。謎なんですか。
なんか俺着させたい服あるんだよね。え、なんですか？着させたい服あるんだよねとか言って着てもらいたい服装があるんだよね、一応イメージで。どんな感じなんですか？ちょっとこう冬よりは夏っぽいコーデなんだけど、なんかちょっと来年の夏ぐらいにちょっとプレゼントしようかなと思って、この服着てくださいっつって、多分抜群に合うなっていう服装のイメージ持ってるから、そうそうそう、ちょっと見サイズだけ合えば、じゃあ今度考えてちょっとプレゼントしよっか、それ、はい、こっそり、はい、ちょっと私も考えておきます、うん、どうしようか、ジロー先に似合いそうな服を、うん、よし、はい、まあ、ハミネちゃんには、まあ、今後、まあ、こういうレーサーになってほしいっていうイメージ特別描いてるわけじゃないけど、やっぱり自分とか二郎さんとか安とか上に3人もいるから、いろんな話聞けると思うし、いろいろ勉強になることもあるし、だから今後もともと持ってるターンの技術の部分もっと活かして、あとはスタート、まあ、いつも言ってるけどスタート力上げてそのせっかくの旋回力をもう存分に活かして、女子の中でトップとかってよりはもう男子選手で通用するような、一緒に走っても通用するような選手になってもらえたら最高ですね。はい、頑張ります頑張ろう、本当に、そうなれる、いけるいける、はい、頑張ります、努力したいと思います。そうですね、やるべきことがありすぎて頭がたまにぐちゃぐちゃになったりするんですけど、ある課題を一個ずつなくしてってっていうか克服してって、とりあえず今自分の中の目標っていうのがあるので、それを達成していって、今ひょうやさんに言っていただいたような人としてもレーサーとしても上のレベルまでいけるような選手になりたいですね。ご視聴いただきありがとうございました。今後とも応援よろしくお願いします。